とにかく前あったじゃないですか、海外の。印象的に、はい、このホテル良かったなって残ってるのは多分僕共通だと思うんですけど、ロス行ったじゃないですか。ロス行ってキャプテンチ行って、はいはい、その後ラスベガス行ったじゃないですか。行きました行きました。ラスベガスで泊まったホテルめっちゃ良くなかった？あれ多分1位っすね。あれ人生1位だね。だってそのホテルの1階にさ、うん、もうカジノが広がってるわけじゃない、24時間やってる、はいはいはい、しかもそのホテルの中にそのステージがあったりとかさ、クラブもありましたもんね。クラブ、そうクラブもあったし、すごくない？いやあれはもう1位ですね、今まで行ったホテルで。しかも景色も半端じゃないぐらい良かったじゃん。もうね、はい、どんなホテルだったかこれ知りたい方は、あの僕と今市のあのブログをね遡っていただけると、2011年のね1月か、まあ綺麗だったね。まあいいホテルだね。空がでっかかったな。